気温がこんなうになります目まぐるしいですね目まぐるしいえ、降るものもいろいろ降りそうですどういうことなのかという話ですえ、日曜の雪予報修正があるのかどうかも含めてお伝えをしたいと思いますまずは皆さんからいただいた季節のタイなんですが今日全体的な色見て春ですか冬ですかなんか春らしい色合いですね春らしい色合いですよね行きましょうか花見山では満作の花が見ごろです満作の花びらが随分伸びましたね これ本当にこの黄色い花っていうのは青空とのコントラストがすすごくきれいで、ね、春を感じますしね福島の花って結構、黄色いね山椒なんかもそうですけども黄色いきれいな花が多い印象的です、ねえー、椿のつまみが膨ら,らんできました、赤い花もきれいですよね。はいえー、そして、えー、と会津若松、待ってました、はい、青空ラブ。 あなんかお城も凛々しい感じですね。凛々しい今日は確かに。え、そして田村の光と、そしてウサギちゃん出てるかな？いるかな？ま、あ、いたかこれか。うっすらですね。可愛いですね。でもね、また日曜日隠れちゃうんですよ。 雪でねあっという間でしあっという間に一瞬だけちょっとちらっとしましたけれどもまたすぐ隠れてしまいそうですで、あの週末なんですけれどもまず明日の天気から言います明日五 k です 5K いつもおっしゃってる明日五 k どういうことかというといきますよ明日朝と昼の気温差すごく大きくなりますそして花粉飛びます乾燥します 強風吹きます。そして今までなかった。黄砂<っ>これもある。オールチェックじゃないですか？オールチェック,ェック全部のせです。えー ラーメン屋さんの全部のせは嬉しいけど、えー、この全部のせは嬉しくないですよね。ちょっと困っちゃいますね。特にやっぱり女性のスキンケアとか花粉とか乾燥とか強風とか高さとか、これ嫌じゃないですか。確かに、お肌に影響出ますからね。なので、はい、あの明日はですね、なるべくこう、はい、あのね、ききあの洗顔したりだとかす,、ね、するようにしていただきたいと思います。はいえー、で、その合計をもたらす原因なんですが、風なんですよ。えーはい、まず明日の風です。これ矢羽根が南から北にこうやって。 向かってるんですよね。はい、つまり、明日は南風が吹くよってことなんです。ということ、あったかい。あったかくなる。はい、あの春一番みたいな風が吹きます。えー、ところが、この天気図からも、なんとなく、あの想像できるように。春一番って雪つえるんですよ。はい、春一番が吹く後っていうのは、必ずその吹き返しの西側の北西の風が吹きます。はい。あさって日曜日、ほら、あまさに吹いてます。まさにですね。あさって日曜日は冬の北西の季節風が。 強まるのではないかということになりそうなんですね。うんはい、で、花粉なんですけれども、はい、明日まあ、強い南風が吹くよって言いふうに言いましたけども。はい、杉花粉輸さん、三百五十度の法則って言ったじゃないですか。一、はい、月一日の積算最高気温を足すと、三百五十度になると臨界に達して、はい、そして飛び出すと。はい、これがですね、皆さん、実は。もしや。今日到達しました。ついに来ました。だから、これ到達したら。はい 以下の条件で大量飛散するようになりますいきますよ花粉大量飛散この条件で大量飛散します明日いきますよ気温10度以上強風雨上がりはないけど日差したっぷりほぼほぼチェックですねということで明日がですね、あの福島県の花粉大量飛散 X デーということになりますので花粉症の方はしっかり防備をしていただきたいと思いますそれから後者なんですけれどもこれね気象衛星で見ると この辺だけななんんかちょっっっととぼやりした感じ黄色ぽくてこれ、実はですね昨日中国大陸の奥地、ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠で砂嵐が発生しました、それが気象衛星に映っているの。はっきり映ってますね。で、このあと、じゃあどうなるのかっていうのが一番気になりますけれども、ちょっとこちら見てみましょうか、このあとなんですけどもね、こちらです、これがその砂嵐です。昨日の えーと正午に発生してます、じゃあ、これがどうなるかというのは、すごく気になるところなんですが、午後3時、はい、午後6時、時9時。 ほら、だん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 日本に近づいてきて濃い部分がご覧のように明日ですね、日本に入ってきて福島県でも微量ながらも明日の昼、この交差ラインが通過するということになります。で、ツイッターで忠則さんから車が汚れちゃったって来てるんです、これはまだね、交差とかは入ってなくて多分砂ぼこりだと思うんですがこれ見たらやっぱり洗車したくなるじゃないですかりますね。やめてください、こちらでございます。 明日花粉、黄砂、砂ぼこり全部舞うから、はい、洗車おすすめできない洗車しても,ものすぐついちゃうそういうことになります,す、ね、それから、はい、タイヤ交換も皆さんやめてくださいねな、はい、ぜならば相津地方をご覧のように雨の後に雪マークがついております、はいえー、先ほど言ったですね寒冷前線が通過した後に寒気がどっと流れ込みます、はい、で夜になると吹雪になるのではないか いうふうに見ておりますだから午前中南風ですごく暖かいのに午後の雨境に急に寒くなるという変わりやすいですね変わりやすいです中通りの北部ですこちらも福島では15度まで上がります暖かいだからあの昼はですねあのコートいらないですねところが夜になると雪降るからダウンジャケットが必要になってるもう本当に目まぐるしいです忙しいですね明日はだから昼までのですね陽気に騙されないようにしていてくださいね急変するということです覚悟しましょうそして中通りの南部です えー、こちらもですね昨日までは雪の降らない予報だったんですが、はい、今日変えました、うんえー、郡山周辺でも雪が降る予報になっております、えー、明日夕方の雨を境に朝霞の小町風、えー、大さんめっかの卸風が吹きそう、はい、そして浜通りです、えー、こちらは今のところ明日はですね、はい、まだ雪の心配はありませんが、はい、明後日少しちらつくぐらいはあるかもしれません、はい、夜は常磐線強風によって乱れの出る可能性があります、はい